岩住駅。沖縄料理や黒糖作り、文化体験なら岩住駅へ。幸せの架け橋から望む景色もポイント。緑の草原、神の島、久高が浮かぶ青い海原は元気が出る絶景と評判です。セーファーは歴史を学ぶ場。世界遺産セーファー御嶽入り口にあり、南城市地域の歴史と沖縄の精神文化が分かりやすく学べます。東海岸の海に心惹かれたら海の館伊能へ。あざまさんさんビーチがある施設から沖縄の漁や釣り体験に出発。沖縄の漁師、海んちの気分を満喫してください。